皆様はご存知でしょうか。世界で初めて人種差別撤廃を主張したのが日本であることを。それは当時の世界情勢では非常に高い壁であったことを。そんな状況で率先してこの難問に立ち向かったのが牧野伸顕でした。最初の人種差別撤廃とは、牧野の苦悩とは。今回は人種差別撤廃と牧野伸顕の戦いについてご紹介します。もし興味深いと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録もお願いします。人種差別が横行した時代に一石を投じた男、牧野伸顕。時は1919年。悲惨を極めた第一次世界大戦がようやく終結し、フランス・パリで講和会議が開かれます。まず大前提として、この当時世界では人種差別が横行していました。列強国が植民地を有し、アフリカやアジアの国々を支配下に置いたことがその最たる理由です。幸い植民地化を免れた日本でしたが、在外邦人は公然と行われる日系人排斥運動などの人種差別に苦しんでいました。そのような中でパリ講和会議が開催されました。この講和条約には、第一次世界大戦で戦勝国となったアメリカ、イギリス、フランス、イタリア、そして日本の5カ国を中心に32カ国が参加。中でも主導権を握ったのがアメリカ、イギリス、フランスです。この講和条約は国際連盟の設立を提案するなど、斬新かつ非常に意義のあるものでした。そして日本も熱い志を持って会議中に開かれた国際連盟委員会に臨んでいました。国際連盟委員会では国際連盟の規約を制定することになっており、日本はその中に人種差別の撤廃明記の提案をするつもりです。その意図は既存の人種差別をなくすこと、そして国際連盟でも起こりうる人種差別を防ぐこと。日本の全権団の主席は西園寺公望ですが、実質的に采配を振るったのは牧野伸顕でした。牧野は鹿児島出身の外交官、政治家で明治維新の三傑の一人、大久保利通の次男です。大久保姓でないのは、生後間もなくして父大久保利通の義理のいとこにあたる牧野吉之丞の養子となったからです。ただ北越戦争で吉之丞が戦死し、そこから牧野姓のまま大久保家で育てられました。偉大なる父同様に、牧野もまた明治、大正、昭和と激動の時代に活躍した人物となります。1919年1月14日、パリに到着した牧野ら日本の全権団は早速精力的に動きます。日本が人種差別撤廃を主張すれば、列強国の反発は必至。牧野は事前にアメリカやイギリスなどとの根回し交渉を行いました。意外だったのは、アメリカ大統領ウィルソンの反応で、ウィルソンは日本の人種差別撤廃案に肯定的な反応を示しました。ただ、イギリスからは想定通り猛反発を食らっています。そして迎えた2月13日、委員会開催当日です。提案採択の行方は難しいであろう。しかし、日本の全権団はこの委員会で人種差別撤廃の提案をすると決めていました。
多数決で勝利も耳を疑う議長の言葉。人種あるいは国籍移管により法律上あるいは事実上何ら差別を設けざることを訳す。牧野はこの条文を宗教に関する規定に入れるよう提案しました。人種宗教の怨恨が戦争の原因となっており、恒久平和の実現のためにはこの提案が必要である、との力強い言葉を添えて、その結果はあろうことか宗教に関する規定そのものを削除するとの意見が多数派となり、日本の提案は通りませんでした。しかし日本が人種差別撤廃を提案したことが世界中に報道されると大反響を呼び起こします。リベリアやアイルランドなどの列強国の圧力に苦しむ人たちからは感謝の意が届き、アメリカの全米黒人地位向上協会からも感謝のコメントが発せられました。列強国に虐げられている人たちの期待が日本に向けられている。それを実感した牧野は、諦めてはダメだと日本全権団を鼓舞。この牧野の言葉で全権団は奮い立ちました。そして1919年4月11日、国際連盟規約を決める最後の会議の時、会議が始まると同時に牧野は新たに人種差別撤廃案を提出しました。今度は各国民の平等及びその所属各人に対する公正待遇の主義を是認し、との文面を連盟規約全文に盛り込むというものです。これに対してイギリスのセシル元封鎖僧が反対を表明します。このような文句の挿入は全く無意味、意味があるなら重大な反対をしなければならない。待遇の優劣は国際連盟で問題にならないと。すると牧野は、あくまでも理念を謳うもので内政における法的な規制を求めるものではない。それにもかかわらずこれを拒否するとは他の国を平等と見ていない証拠ではないか、と反論。この牧野の言葉で空気が一変しました。各国がこの案に対する賛否を述べる中、議長であるアメリカ、ウィルソンの発言が注目されます。この問題は平静に取り扱うべき云々、と言葉を濁しつつも、牧野に提案そのものを取り下げるよう勧告するウィルソン。実はアメリカでは人種差別撤廃案は内政干渉だとの批判が強まっており、これが通れば国際連盟への加盟を見送るとの決議が行われていました。当初肯定的な反応を見せたウィルソンでしたが、この流れには抗えず日本案に賛成することができなかったのです。もちろん牧野とてここでやすやすと譲るつもりはありません。この提案は日本国国民の揺るぎない意志である、採決を、と強硬に採決を求めました。結果は賛成11反対5。日本案は圧勝したと言えます。よし、勝ったぞ、牧野は思いました。しかしその時ウィルソンの口から予想だにしない言葉が告げられます。全会一致で賛成を得られなかったので提案は不成立である、と。不条理な委員会の決定。これまでの会議で全会一致という取り決めはありません。ウィルソンの言葉に騒然とする議場。なぜ今回に限り
全会一致が必要なのか、牧野は猛然と抗議します。しかしウィルソンは、このような重大な問題は全会一致でなければならないと平然と答え、そのまま否決を宣言してしまいました。こうしたアメリカの圧力の前には各国も沈黙するのみ。牧野も従わざるを得ませんでした。ただ次の議題に移ろうとするウィルソンに、牧野はこう伝えます。今晩の自分の陳述及び賛否の数は議事録に記載してもらいたい。日本の提案した人種差別撤廃案に11対5と過半数を大きく超える賛成票が投じられたことを議事録に記せ。牧野の精一杯の抗議でした。そしてウィルソンはこれを応諾しています。ちなみに賛成票を投じたのはフランス、イタリア、ギリシャ、中華民国、ポルトガル、チェコスロバキア、後のユーゴスラビア王国となるセルブ、クロアート、スロベーヌ王国などの11人。反対票はイギリス、アメリカ、ポーランド、ブラジル、ルーマニアの5人です。アメリカのウィルソンは投票を棄権しています。さて、この否決を受けてアメリカでは多くの黒人による暴動が起きています。その被害は100人以上が亡くなり、負傷者も数万人という甚大なもの。賛成多数であったのに、ウィルソンの裁定で否決されたことへの失望は、このような痛ましい事件へとつながってしまいました。日本でもこの不条理な決定に対し、国際連盟加入を見合わせるべきとの強硬論も出たといいます。人種差別撤廃の提案は、その後の日本の国益を大きく左右する事案でしたから、それもわからなくはありません。ただ当初よりこの提案の可決は難しいと見込んでいた側面もありました。当時の首相原敬も、これは致し方あるまいと全権団を擁護する発言をしています。この提案が当時の世界情勢に一石を投じたのは間違いありませんし、ここまでご紹介したように牧野をはじめとする全権団は必死になって任務に当たりました。そして列強国とも対等に交渉に臨んています。そう考えれば、原の発言は至極的を射たもの、いや過小評価とさえ言えるでしょう。牧野のエピソードとその後の世界情勢。日本全権団で実質的に采配を振るった牧野信明。大久保利通の DNA は伊達ではありませんでした。ここで牧野にまつわるエピソードをご紹介します。牧野の義理の息子にあたるのが、後に首相を務める吉田茂です。吉田の外交官としての活躍は牧野抜きには考えられないといいます。政治や外交などあらゆる面で深い影響を受けました。ある時のこと、吉田が自分の扱いに納得できず、私をこのように使うのは日本の大きな損失だ、絶望した、もう外交官を辞める、と愚痴をこぼしたことがあります。これに対し牧野は、お前は大馬鹿だ、我以外皆我が師を忘れたのか、と吉田を一喝しました。今置かれている状況こそ勉強し成長できる貴重な時である。なぜその立場を使い勉強をしようとしない、なぜ自分ならどうすると考えない。この言葉に
吉田はハッとしたと言います。こうした恵まれた立場に感謝もできず、それを絶望したと表現した自分はなんて愚かなのだと。吉田は首相となった後にもたびたび牧野に相談をしていたようです。また欧米視察の際、大久保利通に同行した牧野がそのままアメリカ留学した時のことを振り返り、牧野が語っています。最初私はアメリカからドイツへ行く予定だった。ただ子供同伴が厄介だったのか、アメリカに残ることになったんだと。そしてこうも続けています。もしも予定通りドイツに行っていたら、私は親独派となり、今頃は戦争犯罪人として裁かれたかもしれぬ。牧野は大久保利通と吉田茂をつなぐ人物。吉田の娘が実業家、麻生孝吉に嫁ぎ儲けたのが、これまた首相を務めた麻生太郎となるのですから、大久保、牧野、吉田の血脈は今なお連綿と続いています。牧野は1949年に87歳で没しますが、臨終の際に、世の中で一番難しいのは無視になること、と残しました。実は大久保利通も無視を貫いた人物とされ、吉田が牧野に影響を受けたように、牧野も大久保から政治や生き様など多大な影響を受けていたようですね。さて、そんな牧野の活躍も虚しく、人種差別撤廃案は否決され、その後の世界情勢は目まぐるしく変わっていきました。5年後の1924年にはアメリカで排日移民法が成立し、日系移民が禁止となるなど、日米の対立が顕著となり、さらに1929年の世界恐慌などを経て、日本はアメリカ以外にもイギリスやフランスなどの植民地大国との間にも軋轢が生じていきました。そして植民地を失ったドイツとの関係性を強めていきます。こうした状況が第二次世界大戦へとつながっていくことになるのです。現代では列強国による侵略がアジアの文明を開化したとする説もあります。しかし、その文明開化は本当にアジアの人たちにとって幸せだったのでしょうか。日本もまた列強国に押され開国しましたが、明治より昔には日本人に文明はなかったのでしょうか。日本人は白人の犯罪を矮小化し、自虐する傾向があります。歴史にもしもはありませんが、それでもあの時人種差別撤廃が可決されていたら、人類は皆平等という価値観が認められていたら、もう少し全世界、支配する側にもされる側にもより良い近代史が語られたかもしれない。日本の立ち位置も違っていたかもしれない。そう思えて仕方ありません。今なお存在する醜い人種差別、一日も早く根絶することを願います。さて、今回の動画はいかがでしたでしょうか。ご意見などコメント欄よりお聞かせいただけたら幸いです。またこの動画が役に立ったと思われたら、チャンネル登録をお願いします。